犯人の犯やばいはい、天空審判こちらです。ダダーン、 N 子だよ。今さらですが、私は日本語と英語を話せる羊の生命体ではあるものの、実は日本語を書くのはちょっと苦手なんです。まあちょっとと言ってもなんかもうだいぶ苦手なんです。そこで今回はこんな企画に挑戦してみます。題してアニメタイトル漢字クイーズ。アニメのタイトルはそのアニメが作られた日本のタイトルと世界でのタイトルが変わっていることもあり、私としても改めて勉強するつもりで問題に答えたいと思います。それでは行ってみましょう。じゃあまずはルール説明からしていきたいと思います。スタッフが出題するひらがなのアニメタイトルを漢字を交えて正式名称で回答する。はい、間違えずに答えられたら10ポイント、字が間違っていたらその分マイナス。意気込みは羊の生命体なので、まず文字を書けること自体ちょっと褒めていただきたいですね。で、まあデジタル世代なので、ちょっとまあペン久しぶりに握ったなみたいな感覚があります。なのでそちらをちょっと踏まえて頑張りたいと思います。あと書き順とか習ったことないので多めに見てください。それでは最初の問題はこちら、悪魔城ドラキュラキャッスルバニアです。いきます。やばい、もうすでに嫌な予感。悪はかけたかなとは思うんですけど、ちょっと悪魔の魔がなんか魔王に引っ張られて、なんかなぜか王しか出てこないんですよね。悪魔の魔、まあなんかこういうなんか魅了する悪魔みたいな。もう不正解なの分かってるんですけど、いきます。悪魔城ドラキュラキャッスルバニア。あー、惜しいじゃないですか。あ、土だ、土。でもめっちゃ近い、惜しい。あ、でも悪合ってます。悪合ってます。はい、じゃあマイナス2点ということで。じゃあ次の問題は、天空審判です。はい、いきます。天空、侵入の侵、犯人の犯、やばい。はい、じゃあ終わりました。はい、天空審判こちらです。あー、そっちだ。はい、じゃあこちらもマイナス2点です。次は、はい、イニシャル D です。はい、車好きな人はきっと聞いたことがある。イニシャルは日本語で頭文字と書きます。じゃあこれで。やった。やった。次のお題はこちら、呪術廻戦。はい、漫画でも読んでますので、やばい。呪い。呪術。回が複雑な回なんですよね。じゃあいきます。これで。すいません。漫画で読んでたんですけど。アニメも見ましたが、漢字は覚えられませんでした。呪術回戦。あー、口だ。あー、こっちだ。あ、線は、あ、戦い、螺旋の線ですね。次のお題は、高架機動隊。はい、SAC2045。あ、広角機動隊の広は攻撃の広。まあ、甲殻類の広か。そうだ。甲殻類の広。甲殻、核がわかんない。この、こういう。はい、いきます。広角機動隊。SAC2045。こういけたな。惜しい。ちゃんとここで正解を学ぼう。
あー、機械かけたな、多分。委員会さん、すいません。はい、雰囲気はつかめたと思います。あ、次の問題。極種不動。はい。あやばい。極道。難しい。極。津田さん、すいません。はい。もう諦めて、これで。はい、極種不動。こちらです。じゃ正解お願いします。あー、なんかなんか似てる。あ、マイナス1。お、やった。特徴捉えてますよね、やっぱり。じゃあ次、ラスト、最終問題。ハンマーバキ。あー、なんか似てる、なんか似てるんですよね。いやー、これは正解したい。すいません、皆さん。おそらく間違ってると思いますが、こちらがハンマバキです。お願いします。あー惜しい。なんで、マイナス2点。結果、マイナス4点となりました。1問正解しただけでも褒めてください。で、本当に変換だったら、絶対間違えないので。文字を書くって難しいですね。アニメタイトル漢字クイズはいかがでしたか？こういう結果になるっていうのは私自身は分かってたんですけども、ネットフリー社員としてはちょっと委員会さんにちょっと謝らなきゃいけない結果になってしまい申し訳ございません。変換だったら絶対分かりますので、作品は愛してますので漢字だけはお許しください。すいません。漢字って本当にその作品、まあ日本語もそうなんですけど、やっぱりその作品の内容だったりをきちんと伝えてくれるものなので、作品名はすごく大事だなって改めて感じる企画でした。なので、この機会にしっかり日本語とアニメタイトルを覚えられたらなと思います。アニメを見る際はちゃんと作品名の漢字もしっかりと見ましょうっていうことで、次のクイズ企画頑張りたいと思います。まあ、次こそはちょっとマイナスじゃなくプラスの点数もらえるように頑張ります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。